スカンジナビア、客船。スカンジナビアは、1927年建造の、ヨット型クルーズ客船。クルーズ客船、ステラポラリスとして運用された後、国土、現、西部ホールディングス傘下の伊豆箱根鉄道が所有、管理し、経流地の静岡県沼津市西の浦で、ホテル圏、レストラン、フローティグホテルスカンジナビアとして利用された。 1926年11月、スウェーデン南西部のヨーテボリ造船所にて建造。翌1927年2月23日に、ステラポラリス、北極、聖の意として浸水した、発注種、ベルゲンライン社、ノルウェー。2月26日に出港した、諸女航海の目的地は、ロンドンであった。優雅な姿から、七つの海の白い女王と呼ばれ、 富裕層を対象にしたクルーズ事業向け客船として世界中を公開した。1940年、アドルフ・ヒトラー率いるナチス党政権下のドイツによるノルウェー侵略によりドイツ軍に接収された。しかし戦時下でも戦災には巻き込まれず、有望となる組員のうさばらしに荒れられたことはあった。戦後、1945年、ノルウェーの元の所有者である。 ベルゲンンライン社に返還される。1946年、ドイツ軍による接収の間の船体の整備は必ずしも良好でなく、また調度品などにもダメージを受けていたので、故郷であるヨーテボリに開港され、大規模な修復が施された。この時、ブリッジの密閉化などの近代化改修も合わせて行われた。1947年、 修復と改修を終えたステラポラリスは第二次世界大戦後の混乱が続く中ではあったがいち早くクルーズ船としての営業を開始した。1959年スウェーデンのクリッパーライン社に売却された。この時は近代化をあえて行わずむしろベルゲンライン時代の良さを残す形で修復が行われた。SOLAS 条約とは1914年の 会場における人命の安全のための国際条約の通称である。1912年のタイタニック号事故を機に1929年に締結され、数々の改定を経て、今日でも国際的な海難防止の礎を築いている。1974年の改正は、ステラポラリスにとっては大規模な改修か、就航終了化を迫る厳しい宣告となった。 施行までの猶予期間は設けられたものの、これを機に、ステラポラリスの豪華客船として、歴史を終えることになる。1969年、就航40年以上を経過した、ステラポラリスの処置について、クリパーライン社は、クルーズ客船としての維持修復に、多額の投資を続けるより売却を選択した。当時の日本が高度経済成長を迎える中、積極的に、 リゾート開発を行っていた国土に沿って参加企業の伊豆箱根鉄道が沿線リゾート開発目的での買収によるホテルシップ構想を表明5億円で売却されることになった。なお、契約条項にステラポラリスの継続使用は認めないという内容が含まれていたため名称をフローティングホテルスカンジナビアに変更し、 静岡県沼津市西の浦木府767番地沖に投げ怒り、かり、1970年7月25日に営業を開始した。国土は当初、スカンジナビアを中心に水族館などを併設した総合レジャー施設、京でいうテーマパークを建設する構想があったが、とんざした。すでに、長い先を挟み2キロメートルほど離れて存在する、水戸天然水族館、現在の伊豆。 ミトシーパラダイスとは遊覧船で結ばれてはいたものの、観光地としての連続性に欠けるものとなり、その価値はやや低下することとなったが、グループ企業にプリムスホテルを持つ強みを活かしたホテルのサービスノウハウやレストラン部門の充実により数多くの利用客に親しまれ、リゾート地としての人気を長年にわたり維持していた。こうした評価と実績については、 富士山を背景にしたスカンジナビア号の気品ある景観の美しさが評判を呼びホテルとしての付加価値魅力にもつながったことを挙げなければならないピークの990年度には船内のレストランだけで年間約6万人が利用し約10億3000万円の売り上げを記録した1999年バブル景気終了後の消費低迷やリゾート不況の影響で 人員削減をはじめとしたリストラなどの経費節減を実施していたが、客室稼働率が著しく低下していたホテル部門の営業終了を発し、ホテル主体の事業からレストラン専業に業態を変更した。2005年、国土をはじめとした西武鉄道グループの事業再編が始まり、スカンジナビアも事業見直しの対象となった。 この際、建造後70年以上経過し、老朽化の激しい船体の維持管理にかかる爆なコストなどに伴う不採算事業として、レストラン部門の閉鎖及び船体の売却方針がマスコミに発表された。地域住民の有志から海洋文化財としてこのまま地元に残すべきなどといった声多く集まり、 シンポジウム開催や保存を要望する署名を所有者の伊豆箱根鉄道へ持参しての陳情など保存運動が行われたが2005年3月31日レストラン営業を終了した2005年海洋クルーズ運行事業を行うランティー社ブビイギリス領バージン諸島との間に売買交渉が持たれ同年7月中には修理のために日本を離れて 上海に向かうとの報道があったが、翌2006年になっても栄光準備の動きなく、売買交渉が難航していると報道された。なお、最終的にこの売買交渉は成立しなかった。ランティー社との売買交渉が不成立となった後、ペトルファースト社、スウェーデンへ売却が決まった。2006年8月31日、伊豆箱根鉄道社長や沼津市長らが参加して、 出港式が行われ、栄光される形で、沼津を出港した。この後、9月7日上海に寄港し、改修の後、スウェーデンで再びホテル兼レストランとして営業する予定だったが、栄光中の9月1日21時頃に船体が、左傾し始め、同23時30分頃に、状態確認のため串本町塩の岬西,西川の入り江に退避した。 しかし、傾斜は収まらず、徐々に浸水し、船体が沈み始めた。二日午前1時30分ごろに再び沖合に向かったが、傾斜及び浸水の状況が改善することなく、同午前2時ごろ、和歌山県潮の三キ沖約3トルの海底7 2ルに沈没した。船内には木製のレリーフや美しいガラス彫刻などの美術品も残っていたが、 それらも船と運命を共にしてしまった。西武鉄道グループの事業再編に橋を発したスカンジナビア売却は第二の活躍の地であった日本に三十六年経流された後、再び建造国のスウェーデンへ戻ることなく、太平洋の海底で七十九年の船しを終えることとなった。1969年から2006年まで、田辺海上保安部発表による 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。